盲導犬っておとなしくしているの？と心配な方もいますよね。私たち盲導犬ユーザーも電車やバスに乗りますし、飲食店で食事もします。そんな時に盲導犬がどんな風に過ごしているのか紹介します。こんな風に盲導犬は私たちユーザーの足元で待機させているんです。周りの環境や足元の広さなどによっては椅子と足の間に入れて待機させることもできます。周りの方のご迷惑にならないようには気をつけているのですが、次のような状況を見かけた時には声をかけていただけるとありがたいです。例えば盲導犬が通路を塞いでしまっているような場合、私たちも気づかないうちに犬の手足や尻尾が通路にはみ出してしまうことがあるかもしれません。そんな時には、通路に尻尾が出ていて踏まれそうですよなどと教えていただけるとありがたいです。ご迷惑にならないうちに犬を移動させることもできますので、遠慮なく声をかけてください。このように盲導犬はユーザーの足元で静かに待機することができますので、安心してくださいね。もし見かけた時には見守りと声掛けをお願いします。